七瀬川は、大分県大分市南西部を流れる、大分川水系の一級河川である。大分市の津春地区の文豪大の市との境界付近の山中に源を発し、野津春地区の中心部、大分市南西郊外の住宅地を通って、国道2 1十号船大橋のやや上流で、本流の大分川と合流する。七瀬、ダム上流部は、渓流となっており、 大分山椒魚やカジカガエルが生息している。上流部の河内川との合流点付近に、ロックフィルダムの七瀬ダムが2019年11月に完成した。中流から下流にかけては、里山の中を流れ、やがて大分平野に出る。七瀬川の流域では、国道442号の小松る橋付近など、大分市街地からそれほど離れていない場所でも、 現地ボタルが見ることができ、大分市七瀬川ホタル保護地区として、ふるさと生き物の里百選に選ばれている。また、アユの生息地であり、大分川との合流点付近は、大分川水系で、唯一の水産資源保護法による保護水面に指定されている。1996年度には、大分川との合流点の約3キロメートル上流の大分市市地区に、 洪水被害の軽減のために多工部をショートカットしたし、早水路が完成した。早水路と旧側に挟まれた河川空間には広場や遊具などを備えた広さ約14ヘクタールの七瀬川自然公園が整備され、市民に利用されている。平野部の貸しの給料には、大分臨海工業地帯の開発に伴い、昭和40年代から大規模な住宅団地が、 開発されている。七瀬川には以下の絶滅危惧種の生物が生息している。ありがとうございます。